ザンクトガレン修道院は、スイスのザンクトガレンにある中世以来の歴史を誇る修道院。現在の建物は18世紀に建造されたもので、あって、中世修道院の面影はないが、バロック建築の傑作として評価されている。また、かつて何世紀にもわたり、ベネディクト界の中心的修道院の一つであった、この修道院の付属図書館には、 数多くの写本や機関書が収蔵されている。この修道院と図書館は1983年にユネスコの世界遺産に登録された。この修道院はアイルランドから来たセガルスが613年頃に設けたイントン書がその母体となっている。修道院となったのはそれ以後のことであるが、その名称も修道院のもとに発達した町の名もセガルスにちなんでいる。 セーガルスは、セーコルンバヌスの弟子にして友人であり、この地で646年に没した。カール・マルテルは、オトマールに、セーガルスがこの地に残したものの管理を命じた。ピッピン三世の知性下で、オトマールは、ザンクトガレンに、有名な学校を作り、それらの学校では、芸術、文学、科学などが花開いた。ライヒエナウのバルド、 740年から814年が修道院長だった時に彼の下で写本の作成が行われ有名な蔵書が集められていった。こうして院長グリマルドがウィリギリウスをはじめとする古典作品の写本を収集してその図書館を充実しオトフリットの友人ハルトムート院長の下でさらに図書の増大を見たが当院は6つの大教室を持つ 院内学校とそれよりやや小規模の院外学校二つを有し、スコットランド人マルクスやその甥い、ベンガルを含む優れた教師を要し、やがてラトベルトゥス、ノトケル、サロモなどを排出させることになる。そのため、アングロサクソンやアイルランドの多くの僧侶たちが写本を筆写しに訪れた。ローマ教皇ハドリアヌス一世は、カール大帝の要請を受けて、グレゴリオ聖火栄章を普及していた。 聖火隊をローマから派遣した。10世紀には、近隣の修道院であるボーデンこのライヒエナウ、修道院と争った。だが、924年から933年には、マジャール人に脅かされ、蔵書は安全のためライヒエナウに移された。10世紀11世紀ザンクトガレン修道院は、文芸の中心地であったが、中でも抜きん出ていたのが詩編をここをドイツ語に翻訳し、 注釈を施したノートカーである。13世紀にザンクトガレンの修道院と町は独立した両方となり、修道院長は新生ローマ帝国のフィルストと同格の領主としてこの地を治めた。ピウス修道院長の下で印刷出版が始まった。1712年にスイスによる略奪が行われ、大半の書物と写本はチューリヒトベルンに持ち去られた。 混乱や抑圧を経て、修道院は残った増書を保持しつつ、関東の庁舎を兼ねる、司教座聖堂となった。カテドラルの内装現在残る建物は1755年から1768年に建設された後期バロック様式のものである。カテドラルの内装はスイスに現存するバロック様式を留めるものの中でも重要なものの、一つとみなされている。修道院に併設された、 現在の図書館は1767年に建造されたものである。ここは世界最大級の中世紀文献の蔵書数を誇り、欧州ドイツ語圏内では中世初期の文献に関する包括的なコレクションを抱えている図書館の一つとなっている。その蔵書数は2005年段階で16万冊を超え、そのうち2200冊が写本であり、500冊は1000年以上。 前のものである。現在では、こうした値段のつけようがない写本の数々をデジタル化する計画も始まっている。この他に、インキュナブラも1600冊以上保有している。一例を挙げれば、ドイツ中世文学の双壁ニーベルンゲンの歌とボルフラム・フォンエッシェンバフ派のパルチバールは、コット857として収蔵されている。ザンクト・ガレンの修道院平面図この図書館はまた、 ザンクトガレンの修道院平面図として知られる9世紀のユニークな資料も保有している。これは西ローマ帝国滅亡から13世紀までのおよそ700年間に書かれたものとしては現存する唯一の巨大建築物の設計図である。この図面に描かれたものは当時建造されることがなく、むしろ修道院の理想型が描かれたものと言えるが、この設計図の作成を ライヒエナウ修道院長に依頼し、今日まで伝存してきた修道院の名にちなんでそう呼ばれている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。